総理大臣官邸。総理大臣官邸は内閣総理大臣の執務の拠点。一般に総理官邸、首相官邸、あるいは単に官邸とも言われる。所在地は東京都千代田区永田町2丁目3番1号。官邸敷地内には隣接して内閣総理大臣が居住する総理大臣官邸がある。官邸と官邸は平で繋がっている。なお、官邸は 内閣総理大臣及び内閣官房スタッフによる内閣運営の核となるチームを指す俗語としても用いられるが、本校では本義である建物について記述する。内閣総理大臣の公的事務所であり、また日本の行政府である内閣の閣議が開催される場所である。日本において官邸という名がつく施設は、この総理大臣官邸だけである。 官邸の名称については複数あるため公文書にも表記揺れが見られる。外国の首脳官邸にはアメリカ合衆国のホワイトハウス、フランスのエリゼウ、ロシアのクレムリン、イギリスのナンバー10、フィリピンのマラカニアン宮殿など独特の通を持つ者が多い中、日本の総理大臣官邸にはそれがない。各国の官邸には 法令で定められた正式名称とは別により親しみやすい画名や愛称などが付けられているものが多い。実際にそうした国では通称の方が広く一般に使用されている場合がほとんど正式名称が名分規定されていない国やそもそも不明という国まである。また通称が公式名に昇格した例も少なくない。特にこれといった通称もなく。 総理大臣官邸のような固い公式名が一般に使用されているのはむしろ少数派となっている。しかし、小泉政権の頃から従来のという直訳やといった訳に変えて一般名詞が固有名詞化した官邸の語をそのままローマ字表記にした官邸を積極的に日本国外に向けて発信し始めるようになった。今日この官邸はアメリカ合衆国では ホワイトハウスの公式サイトにも、頻繁に登場するほどの汎用語となっている。現在の官邸の敷地は、17世紀後半、敷地内南側が、越後村上藩内藤江中屋敷であり、敷地内北側は、旗本屋敷から品の飯山藩本田屋上屋敷、丹後峰山藩京国系上屋敷へと移り変わった。明治維新後、一時、一橋徳川家が使用し、 明治3年に、鍋島家の所有となった。鍋島邸は、関東大震災により大きな被害を受け、復興局へ売却された。1926年、大正15年、震災復興に伴う中央所管が計画の一環として、旧鍋島屋敷跡土地、旧麹町区長田町2丁目一番地に、総理大臣官邸を新設することとなった。旧官邸は1929年、 昭和4年に完成。当時は内閣総理大臣官舎と呼ばれており、門には表札がかかっていた。現在の首相官邸ホームページでは、元は大乗大臣官舎。内閣制度創設期から旧官邸が完成した1929年まで使用された。西洋風の木造2階建てとされている。建つは723.229坪。 約2390平方メートルと1890年頃の大臣感謝の中でも最大級を誇った。1923年、大正12年の関東大震災では、隣接する中華民国公使館が火災に見舞われるものの、感謝は危うく難を逃れた。ただ、大乗大臣感謝の詳細について調査した論文、藤木2007年では、 大乗大臣官舎は1878年、明治11年より、当時大乗大臣だった三条耳が居住し、1885年、明治18年の内閣制度発足に、伴い内大臣となった三条の皇帝に転用、さらに1888年、明治21年より、数密院の事務所として使われていたとされている。またそもそも大大臣は、 レンガ作り2階建ての洋館と後に増築された和館からなる和洋館並列型様式であることが判明しており、建築様式が異なっているほか、場所も現在の国会議事堂の前提付近に所在していた。このため、旧館邸の建設以前に使われていた建物については不明確な部分が多い。大正末期から昭和初期にかけて流行したアールデコ。 表現主義などの建築様式を取り入れた文化的にも価値があると言われる建築。旧帝国ホテル本館などの設計で知られるフランク・ロイド・ライトのデザインに似ていたため、ライト風とも呼ばれたが、実際に設計したのは、当時、大倉省営前館在局公務部公務課、第2製図係長った下本蓮である。現在、旧官邸の建物は、敷地内を、 営画工事により同し、改修を施された上で、総理大臣工程として利用されている。総理執務室前では、記者の張り板取材が行われていた、現在の官邸では警備の関係上、取材スペースと執務関係エリアは分離されている。また、副総理用の執務室も存在したが、天井が低く、圧迫感があるということであまり使われず、 歴代の副総理のほとんどは総理府に執務室を置いていた。重大事件が起きると官邸内にある小食堂が危機管理センターに使われた。現在の官邸には専門の危機管理室が設置されている。1階の西階段は祖閣寺に閣僚が記念撮影をする場所として広く知られた。1993年。 約4 0年ぶりの政権交代で官邸の主となった細川森弘は自民党政権の画像だった総理官邸に様々な新風を持ち込んだ。組閣後の閣僚を記念撮影では恒例の一階西階段の赤絨毯には見向きもせず中庭の芝生の上で新閣僚がワイングラスを片手に混談後、閣僚を池垣の前に並ばせて記念撮影を行った。 総理執務室では壁が殺風景だとして壁紙を隅から隅まで張り替えさせてもいる。内閣総理大臣や内閣官房長官の記者会見を演台の後方に立ったままプロンプターを使って行う欧米式に切り替えたのも細川だった。東条秀樹在任中はラジオ演説を行うための部屋があった。太平洋戦争。 大東亜戦争開戦時の演説もここで行われたと言われている。戦争中には総理らが官邸を脱出するための地下トンネルがあった。60年安保で官邸がデモ隊に包囲された時、岸信介はこのトンネルから脱出したと戸川勲の小説吉田学校には書かれている。一部には掘り替えまでして残されていたという説もあったが、実際には高度成長期の地下鉄工事や、 周辺の都市再開発で取り壊されていたと、他の役所と違って、失明表示がなかったことや、官邸内が迷路のような構造になっていたため、歴代の内閣総理大臣が官邸で迷うことがしばしあった。現在の官邸は2002年、平成14年4月22日から使用されている。建設は1999年、2000年、2001年、2002年の 期間を行われ、2002年に休館邸より官邸機能を移行した。地上5階、地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート構造で、震度7にも耐えられる。最上階になる5階には、内閣総理大臣、副総理、必要時に任命、内閣官房長官、内閣官房副長官の執務室、4階には、閣議室、内閣執務室、 特別応接室が置かれ、この2層に執務機能が集中している。3階は事務室と玄関ホール、2階にはレセプションホール、大小のホールと機室が設けられている。1階は記者会見室や記者クラブなど広報関係の施設がある。4階は危機管理センターとなっている。また内閣府へとつながっている地下トンネルがあり、屋上にはヘリポートが設置されているほか、 官邸前の前提はヘリポートになるように設計されている。よくニュース映像に出てくるのは、東、正面玄関口側から見た様子。傾斜地に作られているため、西側の入り口は1階だが、東側にある正面の出入り口は3階となっている。組閣後の閣僚記念撮影が行われる階段は3階から2階に降りる階段である。同敷地内に官房長官皇帝。 宿舎などもある。建設工事の際、サンノ王パークタワーやキャピトル東急ホテルといった高層建築物が新官邸に隣接していることが問題となり、官邸からは高層ビルに面した側から窓を取り除く、設計変更の上、高層ビルに対しては官邸に面した窓が開かないよう改修を要請した。さらに、テロ対策として、 敷地は高さ5メートル以上のコンクリート製防護壁で囲まれている。周辺の道路は警視庁の警察官によって封鎖され、歩行者は基本的に通行できるものの、一般車両の通行は規制されている。総理大臣官邸の警備は、敷地内は警視庁総理大臣官邸警備隊が担当し、敷地周辺は警視庁機動隊の9つの大隊が持ち回りで、 担当している第10代隊は、重機や特殊車両装備が、種の特化車両隊なので担当できない。官邸内に飾られる絵画や彫刻は、官邸事務所の所蔵品だけでなく、文化庁経由で無償で借り受けた、日展入選作などが含まれている。官邸内には、食堂があり、食事をすることが可能である。官邸敷地内には、庭園があり、庭池もある。 2014年8月には官邸前提にあった循環式の人工池が設備老朽化のため埋め立てられ緑地に変わった。現在の官邸の地下には前述の通り危機管理センターが設けられており2002年4月16日から運用されている官邸危機管理センター、内閣危機管理センターなどと称される対策本部会議室、対策事務室、 オペレーションルーム、情報集約室などを備える。24時間体制で運用されており、緊急事態発生時には、内閣情報調査室の内閣、情報集約センターから速報を受け、内閣危機管理官、内閣官房副長官補、事態対処、危機管理担当、危機管理審議官に報告し、指示を受ける。内閣危機管理官が状況に応じ、 情報連絡室、官邸連絡室、官邸対策室の設置を判断する。設置後、状況に応じて改組することもある。例えば、情報連絡室から、官邸対策室に改組するなど。対策室等の設置後、状況によっては、内閣に、政府の対策本部が設置される。東京都立川市にある、立川広域防災基地内には、 内閣府の災害対策本部予備施設が設置されている。大規模災害、最も可能性が高いのが、東京湾北部を震源とする南関東直下地震。発生時に内閣総理審を本部長とする国の緊急災害対策本部及び事務局を設置する際、官邸、中央合同庁舎第8号館、防衛省、中央指揮所のいずれもが被災して、 緊急災害対策本部として使用不能である場合には都心から西に約 30km 離れた災害対策本部予備施設に緊急災害対策本部が設置され対策の臨時拠点となるため官邸の機能も一時的に避難する可能性がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。